セルビア急進党のボイスラブシェシェリーによって示された大セルビアの範囲その範囲はスロベニアとクロアチア北部を除いたかつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国の領土の全域に及ぶ大セルビアとはセルビアの民族主義者の間に見られる民族統一主義の概念であるこの主張ではバルカン半島西部の広大な領域をセルビア領であるべきものとしている これに含まれる領域は、それぞれ次の三つの理由のうち少なくとも一つに当てはまることにより、セルビアに属するべきとされる。その理由は、セルビア人がヨーロッパに到達した時のセルビア人の居住地であり、いわばセルビア人の故地である領域。中世セルビア王国の拡張後の支配領域多くのセルビア人がその後移り住んでいる領域その第一の目標は、 すべてのセルビア人とセルビア人の土地を一つの国家に統一することであるが、その中でも過激なものでは、セルビア人が少数でも居住している土地や、セルビア人が継続的に住んできた歴史のない土地も含められることがある。セルビア人の土地を統合する考えの中で最も単純な形態は、現存するセルビアを拡張することである。例えば、今日においては、 セルビア共和国の国境を外側へ押し広げることに相当し、19世紀においてはセルビア王国の領土を拡張することを意味する。大セルビアはセルビア国家にとって必要不可欠なものであるという主張は繰り返しなされてきており、そのような主張をする政治家はセルビアの歴史的な格言、統合のみがセルビア人を救うを引用し、その必要性を訴えてきた。 多数のセルビア人の集団がセルビア国外に居住し続けており、特にボスニアヘルセゴビナに、そしてかつてはクロアチアにも多くのセルビア人が居住してきた。この方針は第一次世界大戦の原因となり、国境外の各方面のセルビア人たちが統一セルビアの建設のために戦い、また1990年代のユーゴスラビア紛争においては統一された。 セルビアの維持のために戦った。大セルビア建設のための別の手法は、セルビア国外の南スラブ人地域にプロパガンダを広めることである。大セルビアの名称は、セルビアの拡張を示唆したものであるが、この用語は1918年のユーゴスラビア建国の頃にも使用された。ユーゴスラビアは、表面的には多民族共存の国家であったが、その内情は、 セルビア人の政治家が多数派を握っていた。ユーゴスラビア運動に反対したものは、これはセルビア人が多数派を占める国家を周囲に押し付けることになると見ていた。一方、ユーゴスラビア建国に賛成したものは、これがセルビア人の単一国家への統合の上での土台であり、したがってユーゴスラビアにおいてセルビア人の地位を低下させることは、 ユーゴスラビア建国の疎外要因になると見ていた。セルビア人以外の民族に対するユーゴスラビアの無関心は、イストリア半島や、その他の領土をイタリアに割上し地域のクロアチア人の指導者の怒りを招いたことや、スロベニアを海のない内陸国家のままにしておいたことなどに露見している。ハンスラブ運動が、セルビア統一主義の支持者に乗っ取られた形になったが、少なくない。 セルビア人はハンスラブ主義を支持し、あらゆる形のセルビア優位にことを唱えた。また、セルビア人民旧浸党など、セルビア統一主義の立場からも、セルビア人以外との統合に、反対の声が上がった。大セルビアの概念は、19世紀に、セルビアの大事にリアガラ社人の著作物ナチェルタニエが、起源であると見られる。その目的は、 当時オスマン帝国とオーストリア・ハンガリー帝国によって分断されていたセルビア人の土地を統合することにあった。この著書の中でバルカン半島においてほとんどの場所で多数あるいは少数のセルビア人が住んでいるが帝国によって支配されている都市、セルビア、マケドニア、コソボ、ボスニア・ヘルセゴビナ、クロアチア、ボイボディナ並びにルーマニア、ブルガリア及び ハンガリーの一部をセルビア人の土地に含めた。ガラシャ人の計画では、主に親、セルビア的な先導家によるプロパガンダのルフを通じて、これらの国々にセルビア人の影響力を広め、オスマン帝国が完全に崩壊した時には最も望ましいセルビアの姿を作り上げる手段とすることが提唱されている。元来、この計画は、 セルビア国家統合の青写真として描かれたものであり、民族意識に欠けるとされる周囲の人々に対して、セルビア人、親、セルビア的な民族意識を植え付けることによって、セルビアの領域を拡張することを第一の目的としている。ガラシャ人の著書では、セルビアの領域拡大のための暴力や、テロリズム活動についての言及はない。後の発展によって、 ガラシェ人のナチェルタニエは二つの特徴的な要素へと変化したオスマン帝国の粉砕を第一義的に意図した本来のプロパガンダの青写真は従来セルビアの一部になったことのない地域へセルビアを拡張する地政学的な指南となったそれらの中での仮想的なセルビアの国境には今日のクロアチアの大半の内側の全域並びにボスニアヘルセゴビナ、モンテネグロ コソボ及びマケドニア共和国の全域、そしてアルバニア北部が含まれ、これを称して大セルビアとした。もう一つの変化では、この青写真は軍事戦略へと変貌し、時として国会進出を意図するものとなった。セルビア国王でユーゴスラビア王国の初代国王ペータル一世この概念は、日本語では大セルビアとして知られ、一種の拡張主義の目標とみなされる。 この用語は1872年に制作されたセルビアの社会主義者スベトザル・マルコビッチの冊子の中で部別的に使用されている。その題名はベリカ・スビアであり、クロアチア人やブルガリア人などの周辺民族との衝突や社会的、文化的変なしでのセルビア国家の拡張をする見通しに対する著者の否定的な見解を表明したものであった。しかしながら、 ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のセルビア人の知識人、イエフト・デ・ディエルによる19世紀末の著書にも、この用語は見られるように、この用語の立場は変化していった。ラディエルは、セルビアと、セルビアに隣接しる縁関係にある、スラブ人国家であるモンテネグロが、統一されたセルビア国家の核となり、そしてそれは、ラディエルの意見によれば、すべてのセルビア人の統合とともに、 スラブ民族的、あるいは宗教的背景を同じくする他の民族をも統一する核となると考えた。ここに至るまで、この概念の立場は、学術的な議論の枠を出ることはなかった。大セルビア民族主義者の中には秘密組織クロテクミがあり、セルビアの軍人ドラグティン・ディミトリー・エビッチ・アプスに率いられた、同組織は大セルビア国家に関して活動的。 公戦的な立場を取っていた。この組織は1913年のバルカン戦争における数々の残虐行為に加担したと考えられている。1914年、ボスニアのセルビア人で黒手組の構成員であるガブリロ・プリンチプはオーストリア皇太子、フランツ・フェルディナント大公を暗殺し、これが引き金となって第一次世界大戦が始まった。 最も穏健な側において、1914年から大セルビアの概念はより中立的な反スラブ運動へと変容していった。この変化は、オーストリア・ハンガリー帝国支配下にあった他のスラブ系民族の支持を得るためのものであった。南スラブの諸民族による統一国家を作る意向は、1914年にニシ種においてセルビアの首相、 ニコラ・パシッチによって表明され、1916年のアレクサンダル一世の声明でも明らかにされた。文書ではセルビアが、セルビア人の他に、クロアチア人やスロベニア人、ボシュニャク人の領域を統合する政策を遂行することが明示された。1918年、三国協商がドイツを呼び、オーストリア・ハンガリー帝国を打ち破った。 共商側と同盟関係にあったセルビアは同盟国に対してオーストリア・ハンガリー帝国の領土を要求した。この時すでにモンテネグロはセルビアと統合されておりセルビア国外のスラブ人地域に住むセルビア人民族主義者もまたセルビアへの編入を求めていた。同盟国はスロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナをセルビアに与えることに同意した。セルビア、 そしてユーゴスラブの民族主義者は、セルビア人とクロアチア人など、他の南スラブ民族の違いはごくわずかであり、単に占領者によって、宗教で分断されたに過ぎないと主張した。これは、セルビア人意識を基盤とするユーゴスラブ人としての、民族意識を、南スラブの諸民族に与えることによって、彼らを同化することが、セルビアの統合拡大につながるというセルビア側の、 信念によるものである。これによって、ボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチア、コソボなどの多民族に分断された地域をセルビアが支配することを正当化する狙いがあった。フランスジ人 h ールにより1862年に作成された大セルビア地図バイセルビアの概念は19世紀のハンスラブ主義運動から分岐したものである。 元来、それは亡命ポーランド人のアダム・イエジー・チャルトリスキに影響を受けたもので、すべての南スラブ人の連邦国家を目指していた。イリアガラ社人による、それは、スラブ人全体よりも特に、セルビア人に焦点を当てたものであった。19世紀後半には、この概念は一部を除いた、セルビア人の政治家の間に強く影響を与えてきた。例えば、 オーストリア・ハンガリー帝国のセルビア人の作家で、政治家であるスベトザル・ミレティッチやミハイロ・ポリート、デサン・チッチ、セルビアの科学者のスベトザル・マルコ・ビッチらは大セルビアの考え方に強く反対していた。彼らは、セルビアとブルガリア、そして時に、ルーマニアや、オーストリア・ハンガリー帝国領のボスニア・ヘルゼゴビナ、クロアチアも含めた、バルカン連邦構想を支持していた。 19世紀のセルビアにおける最も著名な言語学者であるブークカラジッチはセルビア・クロアチア語の首都方言を話す者はすべてセルビア人であるとする見方を持っていた。この定義によればクロアチア内陸部とダルマチアの大部分ボスニア・ヘルセゴビナの住民はセルビア人ということになりカトリックに属しセルビア人としての民族意識を持たない者がこの定義では セルビア人であるということになり、そのため、ブーク・カラジッチは大セルビア主義の創始者であると言われることもある。より正確には、カラジッチはその後長くにわたって大セルビアとみなされるようになった範囲を定めた人物であり、正教会、イスラム教、カトリックの別なく、首都方言を話すすべての地域を、セルビア国家として統一するという考え方のもとになっている。 しかしながら、この考え方は、コソボやトルラク方言が話されている南部セルビアが例外とされている。しかし、この計画は当初から良い評判を得ることができず、非難を受けた。カラジッチの表明した概念は、1991年に発生したクロアチアと、同国で少数民族となったセルビア系住民との衝突にも影響を与えている。 これらの否定的な見解に対して、アンドリュー・バルフ・ワクテルの国家の形成、国家の崩壊は異なる見方を示した。ワクテルは、カラジッチは、南スラブ民族統合の支持者であり、問題はあったものの、かつてから宗教によって分断されてきた、それまでの民族規定に変えて、言語の同質性によって、南スラブの統一を主張したものであるとした。しかしながら、 ワクテルの見解には次のような意義が持たれうる。すなわち、カラジッチ自身は力強く明確に、自らの目的は、自身を、セルビア人と規定する、首都方言話者の統合であると表明していた。そのため、カラジッチの目的は、セルビア国家の領域を、自身の民族言語学的なアイデアによって拡張する、ことであり、セルビア人とクロアチア人など、 他の民族との統合を主張したものではない。また、ボスニアムスリムは、オスマン帝国統治下で、正教会からイスラムに改宗した、セルビア人の子孫であるとする主張も、頻繁に行われているが、クロアチアの民族主義者は、正教会をカトリックと置き換えた、類似の主張を行っている。このような主張は、 他民族の領域を支配する口実として常に用いられるものである。自国内に多くのスラブ系民族が居住していたオーストリア帝国はスラブ人の統合運動を支持していたが、やがて反スラブ運動は自国の統合に対する脅威として反対の立場を取るようになった。セルビア人は1864年以降、マティッツスルプスカと呼ばれる機関に設立し、 独自の総主教のいるセルビア正教会を持ち独自の国家であるセルビア及びモンテネグロを得た。これらの組織はオーストリアの政府に指示され支援を受けてきたが、これらがオーストリアの影響力排除とオーストリア領へのセルビアの拡大を目指す政治的プロパガンダをルフする機関となってからはオーストリア政府はこれらに対して会議的となった。 歴史的なセルビア領土を要求する考え方は19世紀から20世紀にかけて行動となって現れた。その代表例が20世紀初頭にセルビアの南方拡大を目指してのバルカン戦争やセルビアの東方拡大を目指しての1990年代のユーゴスラビア紛争である。 大セルビアの概念は1920年代に、ユーゴスラビアの首相、ニコラ・パシッチによって具現化された。警察による脅迫と選挙での不正を用い、パシッチは、自身の率いる内閣に対する反対勢力の影響力を低下させた、Creating a n Environment to Centralization, of Power in the Hands of the Service in General and Serbian Politicians in Particular. 第二次世界大戦の間、ドラジャミハイロビッチに率いられた、セルビア人応答派勢力のチェトニクは、彼らの理想とする戦後の国家像を実現すべく、活動した。チェトニクの知識人の一人、ステバン・モリエビッチは1941年に、論文、単一民族のセルビアと題される論文を発表し、その中でボスニア・ヘルセゴビナとクロアチアの、大部分のみならず、ルーマニア、 ブルガリア、ハンガリーの一部をも含めた大セルビアを建設すべきであるとした。これは、チェトニクの1944年の会合の主要な話題となった。しかしながらモリエビッチの主張は、ヨシップ・ブロズチ等の率いるパルチザンによって、チェトニクが壊滅したことにより実現されることはなく、またこの1944年の会合の記録が一出していることにより、 モリエビッチの思想が持った影響力の大きさを正確に把握することは難しい。モリエビッチの考え方の核は、セルビアの領域は既存の、いかなる国境にもよらず、セルビア人の居住範囲によって定められるべきであると、するものであり、これはその後も大セルビア思想の根幹を成している。加えて、モリエビッチにより吹きされた地図は、 現代のセルビア民族主義者によって持ち出される、標準的な資料となっており、類似の地図はセルビアで有力な右翼政党である、セルビア旧信党の公領などに見られる。スロボダン・ミロシェビッチ、1990年から1997年まで、セルビア大統領、1997年から2000年まで、ユーゴスラビア連邦大統領、ユーゴスラビアにおける、 現代のセルビア人の苦悩と不公平感の訴えについて述べているセルビア科学芸術アカデミーの覚書は複数の論文を集めた1986年の文書であり当時は公式に発表されていなかったものの1980年代における反セルビア運動における重要な文書である覚書は スロボダン・ミロシェビッチの影響力の増大とその後のユーゴスラビア紛争につながるものである。この覚書の著者には、セルビアの有力な知識人であるパブレイビッチ、アントニー・エイサコビッチ、ドゥシャン・カナジル、ミハイロ、マルコビッチ、ミロシュ・マツラ、デアン・メダコビッチ、ミロスラブ・パンティッチ、ニコラ・パンティッチ、 リュビシャ・ラキッチ、ラドバン・サマルジッチ、ミオミル・ブコブラトビッチ、バシリーエ・クレスティッチ、イバン・マクシモビッチ、コスタ・ミハイロビッチ、ストヤン・チェリッチ、ニコラ・チョベリッチなどが含まれている。クリストファー・ベネットはこの覚書を非常に成功で、本物ならば非常に陰謀めいたものと評した。覚書は、セルビア人に対する組織的な差別が存在すると主張し、コソボにおいて、 セルビア人が、ジェノサイドの対象となっているトロンズルに至って、セルビアは沸騰した。ベネットによれば、これらの主張の多くは明らかに馬鹿げたものであり、この時代によく発表されたような話題の一つに過ぎない。覚え書きの中心となる論点は次の通りである。 この覚書の擁護者は次のように述べている、スロボダン・ミロシェビッチの権力増大に伴って、覚書の言説はセルビアにおいて主流となっていった。ベネットによれば、ミロシェビッチは報道の統制によって、セルビアは被害者であり、ユーゴスラビアは、その反セルビア的な変更による、不正義を正す必要があるとのプロパガンダル不作戦を組織した。 これに続いて、ボイボディナおよび、コソボ自治州、並びに、モンテネグロ社会主義共和国の政府が、ミロシェビッチによって乗っ取られ、ユーゴスラビアの構成各国による、集団指導体制の幹部会代表8席のうち4席を、ミロシェビッチが支配するようになる、反体制革命が起こった。ベネットによれば、旧来の共産主義者の当局がミロシェビッチに、 抵抗することができなかったために、ミロシェビッチはセルビアにおいて支配的な地位を得ることができた。これは、スロベニアの共産主義指導者が、スロベニア市民社会の反発に関する有料を表明しなければならないと感じるようになったことで変化した。そして、1990年に行われた初の自由選挙で、クロアチアとスロベニアにおける野党の勝利へとつながった。 ここに至って、セルビアのいくらかの野党勢力は、公然と大セルビア主義を叫び、地頭のパルチザンによって、設計、施行された、当時のユーゴスラビア内のセルビアの国境を否定した。この中には、ブクドラシュコビッチのセルビア復興運動や、ボイスラブシェシェリのセルビア旧神党などがあった。すべてのセルビア人を一つの国家にと主張し、大セルビアを求める勢力を、ミロシェビッチは、 支持したが、しかしながら、セルビア社会党はユーゴスラビアを守る立場に立たされていた。野党勢力やミロシェビッチの批判者たちは、ユーゴスラビアこそがその国家であるかもしれないが、大きな脅威がある、ユーゴスラビアは崩壊すべきであり、その後に、ミロシェビッチ指導のもと、新たに、大セルビアを作り上げるだろうと主張した、ジェームズ・ガウ、トライアンフ・オブ。 ザ・ラック・オブ・ウィル・ P191990 年、連邦政府の権力は、核共和国に奪われ、クロアチアとスロベニアが国家連合を主張する一方でセルビアは、中央集権化を主張する中、それぞれの共和国は、ユーゴスラビアの中での自国の未来を描き出せずに、膠着状態に陥っていた。ガウによれば、クロアチア及び、スロベニアの核共和国が、 セルビア共和国の指導部との共存はできないと確信するに至らせたのは他でもなくセルビアであるとした。最後の引き金を引いたのは1991年5月15日の出来事でユーゴスラビア連邦の集団指導体制の幹部会において幹部会の議長の座を退くセルビア代表に代わってクロアチア代表が次の議長に就任するのを セルビア代表とその子外となった代表たちは反対した。この時のクロアチア代表はスティエパン・メシッチであった。ガウによれば、この時点をもってユーゴスラビアは事実上、機能停止に陥った。1990年代のユーゴスラビア紛争の間、大セルビアの概念は、セルビア国外の領域において、セルビア人国家を打ち立て、 それを維持するための武力闘争の主要な動機と考えられる。この時、クロアチアには、クライナセルビア人共和国、ボスニアヘルセゴビナには、スルプスカ共和国が作られた。セルビア人の側から見れば、その目的は、セルビア人が、歴史的な旧敵である、クロアチア人などの、敵対的な体制の支配下に置かれることを確実に、避けることによって、これらの地域における、 セルビア人の権利を守ることにあった。大セルビアの概念は、旧ユーゴスラビアの他民族や、国際社会からの批判の対象となっている。その二つの主題は次の通り、ラドバン・カラジッチ。ボスニアのセルビア人で、1992年から1996年まで、スルプスカ共和国の大統領を務める。1994年に、モスクワを訪問した際に、 ミハイル・エブスタフィエフにより撮影大セルビア主義の根本的な問題点は、そのセルビアの領域の定義にあった。例えば、セルビア人の住むすべての土地は、同様に昔からその土地に住み続けている他の民族による民族の領域と重複する部分が大きい。しかしながら、多くのセルビア人が指摘していることであるが、逆のこともまた言える。すなわち、クロアチア。 ボスニア・ヘルセゴビナ、あるいは、コソボの独立運動は、それぞれ、セルビア人の求める統一国家の領土となるべき土地を、奪っているということである。また、こうした多様な、セルビア人の主張をする、セルビアの領域の中で、セルビア共和国の実際の国境も、また疑問が持たれている。セルビア領内に住む、ハンガリー人、ボシュニャク人、 アルバニア人の多くがそれぞれ自身の民族の国に住みたいと考えるのは自然なことであり、そうした考え方の末にはセルビアのさらなる解体という結論に行き着いてしまう。大セルビア主義の賛同者は単一民族による正常なセルビアを求めてはいない。その代わり、セルビアの35%は非セルビア人であるとする。むしろ、大セルビアは、 少数民族を包含することが可能であり、さらにその外側にはなお、セルビア人が少数民族として暮らすことも可能であるとしている。この目的に反対の立場からは、1980年代から1990年代にかけてのセルビアでの少数民族に対する待遇を見れば、大セルビア主義者たちの目的は、セルビア人優越主義に他ならないとしている。 コソボにおけるアルバニア人との衝突はコソボ紛争を引き起こした。ロマ、ゴーラ人、その他の独自の国なき少数民族が自ら大セルビアの考え方へと進んだ事実に関してこれは彼らの意志に最も適合したためであるとしている。ボイボディナではセルビア急進党のボイスラブシェシェリなどの過激な民族主義者が少数民族を脅迫していたとされるが 一般的に見て、これらは、武力衝突には発展していない。クロアチアのセルビア人による、武装構想の敗北、スルプスカ共和国のボスニアヘルセゴビナ枠内での設置、コソボの国連統治、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ並びに、コソボの広大な土地からのセルビア人の脱出、セルビア人の指導者たちへの戦争犯罪者としての、訴追などの事実は、 セルビア国内外において大セルビア主義への不信を大いに高めた。コソボなどに代表される一連のユーゴスラビア紛争における残虐行為は彼らを大セルビア主義に強く反対する立場へと導いたと西側諸国では主張されている。しかしながらセルビアの民族主義政治家の間では依然として大セルビア主義は強い影響力を保っている。ありがとうございます。